香港メディア、香港ゼロイチによると、3日連続の全国人民代表大会、常任委員会会議は、30日の投票結果では、香港版国家安全法が全員一致で可決されたことが明らかになりました。香港の主権引き渡し23周年の7月1日に、正式に実施され、北京から見た二次会期を実現しました。中国共産党機関 環球時報の公式金編集長は6月30日 SNS で「香港版国家安全法」で課せる最も重い処罰は終身刑だと述べました同法の草案を見た複数の関係者の話として伝えました香港メディアも同法に違反すれば国家転覆罪国家分裂罪テロ罪などの罪で重刑が科される可能性があると伝えています 香港国家安全法の成立は香港の一国二制度の無効化を意味し香港は中国本土の都市と同等の政治システムに組み込まれることになると考えられていますこの影響で民主主義や独立を主張する団体が多く解散しています政治団体 香港州市の公私法、羅漢町、州庭が個人の SNS で同組織から辞任することを発表しました。香港独立連盟の招集人、陳ンエクは6月28日に香港を離れたと発表しました。香港民族人選や学生道元は香港の全メンバーを即日で辞任させ、海外支部は引き続き活動するとそれぞれ SNS 上で発表しました。